です。今はトルコの、セレフィヒサルって神々セレフィヒサルって町に今朝到着しました。ここまで大変だったんだけど、着いた瞬間本当に来てよかったって心から今思ってて、そのこの温度感をリアルにシェアできたらなと思って YouTube を撮ってます。トルコの旅だいたい3週間弱で、まあイスタンブールとかカッパドキアに行って、で最後昨日までそのイズミールっていう土地に、イスタンブールから飛行機1時間ぐらい乗って2泊して、でイズミールからこのセレフィヒサルまでだいたい車で1時間ぐらい、ここは空港がないので走って今朝着きました。セレフィヒサルはエーゲ海側に面していて、地中海じゃなくて、なのでギリシャとかに雰囲気がすごく近くて、なんか今いるこのセレフィヒサルの中のスダックっていう、ちょっと読み方違ったらごめんなさいの町はすごいね、なんだろう、サントリーニ島とかに雰囲気がすごい近い町で、行ったことないんだけど、いや私はとっても好き、本当に好きって感じてます。住みたいって一瞬思っちゃうぐらい、なんか自分に合ってるなっていう街 で、なんでここに来ようかって思ったかというと、トルコの中でセレフィヒサルっていう街はチッタスローっていうスローライフを推進するなんかその印象みたいなのがある街で、なのでなんか街の方々みんなが自然だったりとか街のことを大切に地域づくりをしているっていう街 で、ここにいる方たち、この土地柄もあると思うんだけど、本当になんかスローな暮らしをしてるのが、もうイスタンブールとは全然違う大都会だったので、また違った良さが感じられて、空港のあるイズミールもやっぱちょっと観光地化されているので交通量が多かったりとかしてたんだけど、この辺は本当に住みやすいと思う。前回お話したカディキョイは多分すごく住みやすくはあるんだけど、まだシティが結構感じられるので、どちらかというとこっちのセレフィヒサルは自然に近くて、もう本当に海が近くてとっても気持ちいい場所です。そう、この旅ではというか、なんか私が去年ぐらいから海外に行くときは2、3週間結構がっつり長く行くようにしていて、やっぱりこう長く行くといろんな都市に行けて、本当に日本も都道府県で全部違うように色が、海外もね当たり前に都心部とこういうちょっと田舎の方だったら雰囲気が違ったりとか、やっぱ一つの場所だけ行ってその国を知った気になるのがちょっと怖いなっていうのと、単純に知りたいっていうのがあって、その国のことをよりだったり、あとは暮らしだったりとか、その地域の人たちの暮らしとか、どういうところで食材を買ってるんだろうとか、どういう食文化が根付いてんだろうとか、そういうのを知るのがすっごく楽しくて、今朝も市場に行ってきたんだけど、地元の、そうそうっていうので、ちょっと長くエアビーで滞在したりっていうのが最近の旅のスタンダードです。実は今日のこの宿もエアビーなんだけど、本当に可愛いの、もうすっごい素敵なの。見て、この窓からのこのブーケンビリアかな、目にいいよ本当に。インテリアもとっても素敵で、ちょっと軽くご案内させてください。入ってすぐに大きいソファーがここに構えていて、ここに食卓がありますね。私は2泊するのでここでお仕事したりね、こっちからも緑が見えて本当に最高なの。食卓があって、こういうちっちゃなテーブルクロスとかもセンスがすっごく素敵で、こちらがキッチン、
まさかの私の大好きな水色、換気扇もめっちゃ可愛い。本当にそう、水色のキッチンです。あのガスコンロはないのでお料理はできないと思うんだけど、まあ、切ったりとかコーヒー入れたりとかそういうことはできるかなって思うので、後でコーヒーを飲もうと思います。アンティークのこういう棚があったり、ここにお香がありますね。オーナーさんのセンスが感じられます。でこっちがじゃん、テラス、やばくない？沖縄かと思う、あの河原とかね、なんか歴史が気になる。ここもブーケンビリアがとっても美しい映えスポットなので、写真撮ってる方がいっぱいいる家の前に。こんな感じでちょっとやっぱり南国感じる。奥に海が見えます。こっちがお手洗いですね。タイルがすっごい可愛い、本当に綺麗にされていて、可愛くない？この蛇口とか。やほー。で最後にベッドルーム。うわー、なんて可愛いの。本当に多分アンティークだよね。ねえ、ペルシュ、なんかちょっと名前忘れちゃったんだけど、オーガニックコットンの産地で有名で、こういうタオルとかコットンを使ったものがすごくよく売ってる。ちょっとお土産に買って帰りたいなと思ってます。カーテンもねすごい可愛いよね、柄が。こちらからもお部屋からの景色がもう最高ですね。これでさ、本当に下手なホテルより全然安いし、エアビーなのですごくいいよね、エアビーって。イエーイ。ちょっとコーヒーを飲もうと思います。コーヒーもちゃんとこうやって用意されてる、嬉しい。カップもすっごいかわいい、ミニカップ。待って、蛇口めっちゃかわいい。え、待って、お料理もできるかも。だってフライパンあるよ。え、待って、住める。すごい。幼稚を出たら、なんて可愛い町なんでしょう。そう、トルコはワンちゃんのね、猫ちゃんとワンちゃんをすごく大切にしていて、法律でね、一生き物として扱うっていうのが決められていて、町の方がこうやって餌も用意されてるの。その動物にも優しい国のトルコ、私はもう大好きになっちゃいました。なんて可愛い町並みなの、本当に。そう、この目ん玉みたいなやついっぱいあるのは、トルコではなんか厄除けのお守りみたいにされていて、これが割れたら、なんだろう、この子が身代わりになって守ってくれたっていう証みたい。なんかそういうね、見えないものを信じてる文化もとても素敵だなって。ああ、ブーケンビリアが美しい。向こうは海です。足が可愛すぎて全然足が進まないこの通りは日曜日はなんかオーガニックマートとかがマーケットがやってるみたいで、ジュース美味しそう。あ、なんだろう、キャンドル？待って、めっちゃ可愛い。エンジェルとラベンダーかな、これ。すっごいいい香り。これお土産に買ったら喜ばれそう。かわいい、あまりにかわいいのでこれ買おうと思います。エンジェルちゃんとお土産にラベンダーちゃん、どれがいいかな。寝てる、もうかわいい。
か歩いてるだけで天国みたいな街。かわいい、全部お花まで。カフェがいちいちかわいい。見てこの入り口、天国への入り口だね。で、あのオリーブオイルショップみたいなの発見しちゃった。めっちゃ喋ってるけど、でめっちゃ可愛いんだけど。オリーブオイルとトマトソースとかバルサミコとかかな。この辺の眉毛界近いしギリシャ近いからオリーブオイルがいっぱい。Delicious. So good. あー、すごいザクロを潰してる。その場で。めっちゃフレッシュ。Please. ハハハ。久しぶりとか、おまいます。Thank you. Bye. なんて言ってたかわかんない。バカにされたのか褒められたのかもわからないけど、ジュースをゲット。すごい荷物、すごい笑ってる。でもいいや、ジュースゲットできたから。やっとご飯です。さっき市場で買ってきた謎の食材たち。これとかね、トルコの名物料理で、ブドウの皮の中にご飯が巻いてあったりするらしいんだけど、どこのお店行っても5、6本入ってて、ちょっと食べきれないなと思ったので、今日1本食べれるの嬉しい。あとズッキーニの中にご飯が入ったり、ちょっとよくわからないものがいっぱいなんだけど、いただきたいと思います。いきます。うん。パセリが効いてて美味しい、このサラダ。うんうん、ハーブが美味しい。このピンクのは何だろう。うん、ビーツだ。ちょっと気になってたこのブドウの皮ちゃん。うん、想像以上に美味しい。うん、なんかもっと皮が硬いのかなって思ったけど、ちゃんと柔らかいし、なんだろう、ビネガーで似てるのかな。ちょっと酸味がある。ご飯が入ってる。いや、不思議な食べ物。ズッキーニの皮ご飯も美味しそう。うーん、美味しい。ズッキーニの花の中にご飯が入ってる。あんまり味変わんない。いや、楽しいな。知らない国のお料理は発見があって。トルコ料理って一応世界三大料理なの、皆さん知ってる？フランス料理と中華料理とトルコ料理。でもさ、ケバブしか知らなかったもん。イスタンブールも、まあ、ケバブがほとんど。すごい、サバサンドとかもあるけど、ケバブ屋さんが圧倒的に多いから、なんか都会の方、旧市街の方とかやっぱお肉が多いイメージで、うちはやっぱ魚とか海側だから野菜がなぜか多くて、いやー幸せ、本当に住めちゃうな、ここ。本当に気に入りました、このバチが。ぜひみんなにも足を運んでもらいたい。ちょっと行きづらいけど、なんかヨーロッパのいわゆるこういうリゾートとはまた違う空気感な気がして、あんまり洗練されてないところがとか言い方ちょっとあれなんだけど、でもそれがなんか逆にいいな。